こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが、随分留守にしちまって悪かったな。みんな、俺は海王神のじいちゃんに命もらって生き返ったんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯と御殿と家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール。それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。